い、皆さんチーズ。はい、今回もね、K の大冒険ベイブレードのお時間がやってまいりました。それではね、まあ今回も、おちびと一緒にね、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム7買っていきたいじゃない。お前まさかそこで丸くなる感じか。お前そこでまさか丸くなるのか。どうしたおちび。おにゃやっとですね、まあ後半ということでまたしてもね買ってきましたが、今回僕が3つ買いました。そしてよいしょ、あ、引っかかったじゃねえ。さっさとどうせ。はいはい、まあ合計6つで、さっきの、前半の合わせて9つだね。うん、はい、というわけでね、まあ今回タイトル見て分かる通りなんですけども、絶対に 100% レアを引き当てるやり方ということでね、まあ今回それやってきました。はい、はい、入ってるのかな。うん、多分入ってるかな。おちびも取れたしね。よし、でちなみに、どうやって当てるか教えます。どうやって当てるか、まず僕は当たりません。こちらの方が当たります。どういうことよ。なぜかと言いますと、まあ、僕は思いっきりね、最初に言いました。欲しいと、とてつもなくこれが欲しいと、なんなら当たるために何個でも買ってやろうという気でいます。はい、これがダメなんです。わかりますか。はい、そう、フラグビンビンに立ってるんですよ。うん、外れの、わかる。そう、物欲センサーってやつです。はい、僕は物欲を、もう欲を出しながら買いました。3つね、僕はね、この3つ買いました。はい、でもね、もう片方のこちらの方はね、もう何出てもいいや、とりあえず買いましょうっていうことで買ったこの3つ。何がいけないのそれ。いや、もうね、思いでね、変わるのよ。箱の中身って変わるのよ。うん、箱の中身は思いで変わるのよ。うん、祈ったら叶うとかじゃん。祈ったらむしろ叶わないの。神様なんて存在しない。めっちゃ雑な持ち方してるうち。うん、そうね、そうね。その中にレアがもし本当に入ってたらどうすんのって話だよね。うん、置かないで、置いてない、むしろ置いてない。さっきの俺みたいに投げてたから。うん、鼻むついた。じゃあ、まあ前振りもね、あれだろうから開けて証明しましょうね。多分そっちは必ず1個出るよ、必ずね。どれが、どれ知らねえよ。知らねえ、どれが当たるよ。はい、まあちゃんと見ててみんな。これでもしも、ちゃんと開封してないからね、テープも貼ってあるしね、ちゃんとね。全部テープ貼ってある。 OK、 じゃあ開けてみよう。あ、ちなみにあの動画の最後におまけも動画ありますんで、お楽しみに。では早速開封していきましょう。どうぞ。てててててのて、てててててのて、てててててのてのてのて、てて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 てダブったー。でも超綺麗、この綺麗さ伝わります？このドラシエール、なんか不思議な形。え？てか、なんでこっから弾けたの？え？銀紙からって言わなかった？え？てか、ま、え？ん？ん？ん？どういうことだい？これって見ちゃいけないな。見ちゃいけないな。銀紙から開けなさいって。じらすね。君じらすね。あの、おん。いや、もう、これ、俺知ってんだけど。このパーツの組み合わせもう知ってんだけど。ねえ、どういうことこれ。やっぱ、あれなんですよ。物欲センサーなんですよ。もうみんな、これも見てわかるでしょ。これも見てわかるでしょ。はい。はい、決定。はい、決定。ですね、6F のこの、水色、そしてこの何、黄色の、うん、このテカテカした感じの、うん、やっと出るのがどんな袋に入っているんだ。もうこれ当たり確定だから。おー、来たー、はい、ちゃんとここで見せて。はい、おいおいおい、円盤どっから開けるの。ここから本当に欲しいって思うと当たんないんだね。で、どうでもいいって思ってる人が当てるんだよね。まあこれ、あ、うん、でかっ、フリスビーみたい。でかっ、え、でかくない、
てかドラシエルがかっこよすぎる。どうしよう、こっちなんかダサく見えるんだけど。でもでもでっか。あ、でもビスは2つってことで、まあ重さとしては重いわ。分かった。うん、やっぱまあね、その分あるから。まあじゃあ続きで、じゃあ一応ね、ロックはね、思いっきりゆるい らしいんだよ。それね、え、びっくりするでしょ。ロックないの？わかんない、えと思って。ロックない、引っかかんないと思って。ロックがない、ロックの山が一個もない。マジ？いや、まあじゃなきゃバースしねえもんな。ちょっとうちびっくりしたんだけど、ハマんないとかと思ったらハマってたの。それロックがない、見えるかな。ロックないんですよ。ロックの山が一個もない。マジ？本当に？ほらこれ今ロック回してます。怖っ。超怖い。いくよいくよ、はめる、回す。最初は1個あるね、最初1個、うん、そんだけ、そんだけ。いくよ、ほら何も落とせず外れる。いやー怖い、これ止まってるのか分かんないじゃん。そうな。まあとりあえずじゃあ続きの開封2つ開けていきましょう。どうぞ。はい、現実見なさい。うん、現実を見なさい。何、翼が生える。バカ言うんじゃないよ。人に翼が生えるわけがないだろ。現実を見ろ。二次元に取り込みすぎてわかるか。現実を見ろ。以上。抹茶。よこせ。よこせ。ダメ。マジかよ。てか。物欲センサー素晴らしいな。待って、この流れで言ったらさ、俺フラグ回収？フラグ回収？黒いラグナルク出たらもう。お。ロック固い？え？バッキバキやん。うん。バッキバキやん。ちょっとびっくりした。当たりだよ。このロックの硬さは当たりだよ。当たり？あとジョイントもスラスラ動くから、うん、とても当たりで綺麗だな、おい。綺麗。ここもなんか緑っぽいのにしたいね、うん、はい、ゴッドバルキリー。そして俺は飴、美味しそうな飴、美味しそうな飴が2つ出たよ。美味しそうなものが、ちくしょう。はい、次レッツゴースタート。この木なんの木、気になる木、見たこともない木ですから、見たこともない気になるでしょう。てってけてのて、てのてのてってのて。はい。ダブった。ダブった。マジかよ。かぶった。皆さん、これが、これが 100% レアを当てる方法。別に当てたくないと適当に買ったやつが大体 100% 手に持っちゃう物欲センサーということですね。はい、じゃあ早速組み立てていきましょうね。はいはい、僕はね、はい、すいませんね、こんな引きでね、すいませんね皆さん。はい、いや見事にフラグ回収しましたよ僕は。おめでとう。ありがとう。全然嬉しくねえ。マジでよ。でもこれロック緩すぎん？だからそれほど強いんだよ。だからメーカーがそうやって出してるんだから、うん、やっぱりね、みんなそれほど何やっぱ強さをさ均等にしなきゃいけないわけじゃない。だからそいつにまずロックがあった時点でまず俺勝てないなと思ってたんだよ。ハサミちょうだい。あ、ごめん。
だちょっと組み立てた、組み立てた。早えな、お前。お前なんか早えな。俺、レイヤーしかねえぞ。あれ、しかももう一個どこ行った俺、投げちゃった。何がここ、あれこれ違うよ。あれ開けてないもん。あれどっか行っちゃったよ。ここだこの子も開けてあげないと。一応、ゴッドレイヤーシステム、僕、やっと一体で出た。他はもう、壊滅的です。そっち、やばいな。あ、でもこれ綺麗じゃん。あ、ほんとだ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃない？うん、かっこいいじゃん。これなんかさ、うん、昔さ、おもちゃじゃなかった？うん、おもちゃ、うん、この円盤みたいなのさ、火つけてさ、足もピッて吹くと、ふーんって言ってた。知ってるわ。あんな感じじゃない？お前はレイを侮辱してんのか。してないよ。ごれ、ただそんな感じしないって言っただけだ。うん、する正直する。もう回しやがった。静か。あ、スターですね。スターは嬉しい。俺持ってなかったから。スター？お、こいつもバッキバキや。バッキバキや。ほんとだ。まあ皆さんね、ちょっとまあちょっとしたトークをお楽しみください。楽しめねえよな、こんなんじゃな。つまんねえな。お、うそー。やばくないこれ。やばいのかもね、さすがに。やばいよ。だって上から指でツンってしただけで。うん。でしょ？そう、さよならしたよ、今。さよならしたね、思いっきりね。だってロック、ね、フェイブレットバーストなのにさ。バーストしよう。まあ、まあ。大丈夫これ。やばいね。だよね。やばいね。てか、ドラシエルかっこよすぎない？超かっちえんだけど。でかいな、円盤。でかすぎな。ハイシール2つ。で、さっきのバルキリー。いやー、素晴らしいな。でも、上から指でチョンってやっただけでバーストするってことは、ベイブレードと当たったらどうなっちゃうのって話だよね。瞬間、さよならってするかも。でも引っかかりがないんだよね、一切。引っかかりはなさそう。引っかかり一個もないじゃんね。うん。だから、接触しても引っかかるところがなければ、まずロック自体が緩まないから。だからロックをなしにしたんだろうね。でもワンチャンここに引っかかりそう。ああね。まあじゃあ、まあ、早速やってみましょうか。そうね。ね。よいしょ。どうすっかな。あ、じゃあとりあえずこれ使う。ちょっとそれさ、ちょっとさ、動画ぶっ壊れちゃうかもしんないけどさ、うん、試していいかい。これスターセーバーと。いいよ。大丈夫かな、この動画。大丈夫かな。これで瞬殺ボカーンってなったら、みんな別にレア当てなくてもいいんじゃないかってなっちゃうぞ。うん、いいのか。いきます。 3,2,1 ガッシュ。そうでしょ。やばいよねこれね。もう一回やる。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。ちょっと悲惨なことになるかもしれない。やっぱロックなしだと弱い。そうでしょ。だって指でスッてやったら今バラバラバラっていったんだよ。バラララララってなったね。恐怖だよね。やばい、ね、じゃあちょっとまあ、いいや、もう一回やろう。ちょっと試そうか。いきます。 3,2,1 ガッシュ。お、お、おーい。うわー、うわー。これは、これは、ね、うん。なんて言ったらいいんだろう。なんて言えばいいと思う？ちょっとこいつで頑張ってみるわ。うん。これで壊れなかったらいい方で。今、スターセイバーは結構攻撃型だからさ。うん。真ん中にいるやつを潰していくスタイルだから。いきます。3,2,1 ガッシュ。さあ、どうなる？どうなる？頑張ってほしい、気持ち的には。そうね。外れてんのか。あ、やっぱスターセイバーが強かったんじゃない。ほら、耐えた耐えた耐えたね。耐えた耐えた。でもさ、これさ、すっごい怖いんだよね。持った瞬間パラパラっていっちゃう。ロックは？あ、だいぶ動いてる。半分以上動いてる。
うん、あともう一歩だったね。怖っ、わかんないよねじゃあちょっともう一回バルキリーやってみよう。いいよ。だって今俺のスターセイバーで2回連続だったけど、普通のやつだったらどうなるかだよね。うん、3、2、1、ゴーシュー。外れそうな予感。うん、そんな予感する。ちょっと、お、お、耐える、耐える、耐えろ、耐えろ、頑張れ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 。おこれは、なんと言ったらいいのかなどうだろうね、だって今、4回やって3回バーストだって。どうする、やばいね。2個出たけど、じゃあちょっと、あの時給、俺のガチメイン、俺のガチメインドレインファブニル、うん、ポリッシュオービットで、俺攻撃型じゃないからこれ、うん、全然攻撃ないからね、うん、攻撃なんならゼロだから、うん、1かな、あってもこれはそいつは攻撃なんて一切ないよ。でしょ、うん、メインランチャーかっこいいでしょ。いくぜ、はい、3、2、1、ゴーシュ。さあどうだ、持久と防御かな、これは持久同士か、持久同士、ディフェンス、どうなんだろう、ディフェンスかバランス。お、やっぱ耐えるんじゃない、スタミナ系のゴプレイヤーだって。スタミナか、やっぱ、うん、おお、ドレインファブリューより回ったあと1ミリずれたら、こーほんのあと1ミリだったよ。身長ガルーダモチーフ、バースト史上最大サイズのレイヤーで遠心力を高めつつ5枚の空力場がパワーフォースを生み出すスタミナ系のゴッドレイヤーって書いてある。防御力は皆無、うん、あら、そう、うん、もう一回スターセイバーやってみよう。やってみるか。3度目の正直、まだ2回だもんね。うん、これでまあね、決まるさ。うん、3、2、1、ゴーシュ。怖いよ怖いよ。耐えるんじゃない今度は。出るかな。だってレアだぜ。そうね、それは耐えるに決まってんじゃん、今までの2回が。ほら、耐えた。あ、止めるのは怖いわ。そう、あ、でもそんな、あ、いってるわ、いってるいってるわ。怖いこの子。でもまあ今のところ2対3ってことだよね。うん、いや2対3じゃねえや、まあ点数でいうとバースト2回だからこっち 4点でも終わってる、うん、終わってる、うん、あら、そう、そうです。この動画ちょっとね、だ、まあ当たりますよっていう動画ってだけで別にこいつが強いよとは俺言ってないからね。そっちは、そっちは、反対は、そっちは、こっち、そっちで試すよ、こっちね、今試したのこっちね。そうそうそう、じゃあ今度こっちね。そうそうそう、やってみよう、ね、変わんないような気がする。それを言っちゃおしめよういくぜ、3、2、1、ゴーシュ。はい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 、ほら耐える耐える、レアの力見せてくれ、ほら耐えてみろ。お疲れ様です。いいじゃん。それではね、おまけの方やっていきたいと思います。まずはこちら720円、結構安いよね。うん、まあ、Amazon とかだともうちょっとお値が上がってんのかもしれないね。まあちょっと、まあ開封していきましょう。はい、いきまーす。すいっ、 OKOK、 さあ何でしょうかね。まあおまけということでね、まあお気楽にねやっていきたいと思います。まあとりあえずレイヤーでしょ、でこれでしょ、これでしょ、はい、これ、はい、から、そしてダミーダンボールが3つ、3つつか3枚切った方がいいのかな。うん、まあ別にもう欲しいっていうものはもうないんだけどねまあ一応だよね。まあおまけとして、あれ
もうこれはあれじゃないですか、そこまで大当たりってわけでもないあいつじゃないね、この青と言ったらもうあいつしかいないですよね。いきます、ほいからのほい、またやお前か。まあね、青色のね、これは結構ね欲しかったんでね、まあ嬉しいですね。はい、ででーん、ありがとうございます。そして次、まだねおまけはこれでは終わりません。よいしょ、次、もうベイブレードをすっ飛ばしてこちら880円、そして税込み950円のこのモンスターハンタースタンダードモデル、怒り状態のものが入ってますよっていうこちらですね。まあ、ラージ、俺ベリオロス欲しいんだよ、ベリオロス、ベリオロスとイビルジョーが欲しい。見えるかな。まあこの2個狙いで買いました。あと銀リオレウス、金レイヤー、ラージャン、あとアカムトロム、アカムトロムもねかっこいいんですよね。まあ早速ね、これちょっと開けんのめんどくさいですね。ほっ、これもうブスって破っちゃっていいかな。切っちゃう、もう切っちゃえ、切っちゃえ、よいしょ、ベリオロスを切った。ああ一番欲しいモンスターを切ってしまった。さあ何でしょうか。さあ中身はてでてでてて、イビルジョーカー、ベリオロス来い、ドン。お、あれ、あ、銀リオレウスだね。イビルジョーとベリオロス欲しかったんだけど、銀リオレウスだね。そしてこれはイビルジョーの金の尻尾、これだね。あのボーナスパーツをすべて集めるとゴールドバージョンのフィギュア1体が完成します。もう完全にイビルジョーの尻尾だからね、これね。もう完璧なる、完璧なるイビルジョーの尻尾。はい、まあちょっと組み立てていこうか。まあおまけなんでね、まあカットせずにいこうかな。よいしょ、まあおまけだから、あくまでおまけだから、よいしょ。だから見ても見なくても大丈夫ですよ。もうだってモンハンだからベイブレードに全然関わらないものですからね。ほい、よいしょ。そして魔法の棒が入っていると。イビルジョーの尻尾だけってちょっと悲しいな。しかも集まること結構難しいでしょ。羽はこうだね。よいしょ。いやかっこいいな、銀リオレウスも。まあ言ってしまえばリオレウスは主人公みたいなもんだからね。やべえかっけえ、普通にかけ、どうしようどうしよう、普通にかっこいいぞ。でここにぶっ刺しので、こちらをこうするとこうでいいのかな。はい、完成しました。ちょっと光今当たってないんでね。おお、ちょっと見にくいね。でもやたらかっこいい、ベイブレードと比べるとこの大きさかな。わかりづらいね、すごくわかりづらいね。こんなんです。ちょっと光当てた方がいいね。光カエサル、光るもの、光るもの、こちらでいいかな。ほい、こんなん、わかる？こんな感じ。なかなかかっこいい。でもまあレウスでよかった、レイヤーじゃなくてよかった。銀リオレウス来ましたね。しかも怒りバージョンだから口から火がボーって出てますね。かっこいい。まあね、はい、以上。以上。